結構横に行けないでしょが多いのが漕ぎ方として、めっちゃテイクオフ本気でするとき真下見てるんですよ。そうで漕いでるんですよ。漕いでみて、いっぺんザーってガーって漕いで、で波乗れてきたってふっと見る人が多いんですよね。これじゃ遅いんですよ。だからこうこっちカメラ見て、カメラ見てこれぐらいで漕いでほしいんですよね。で行く先をこういう風に、こういう風に見る。そうそう、顔を向けて、これ大事。これがすごい乗るときに横に行くためのアドバンテージになります。この頭を下げて漕ぐ、漕いで立つときも頭を下げながら板をしっかり見て立つっていう人がほとんど多くて、その人は立ってから横に見てるからもう真下に降りてるんですよ、板の。横に行けない。だから最初に視線と顔で行く方向を見てあげると、結構そこの板が、このノーズの先端がそっちに向かっていって乗りやすくなるんで、ぜひ試してみてください。これが一つのコツでした。頭をちゃんと、めちゃくちゃ上げなくてもいいですけど、ちゃんとねこう見てあげるっていう、行く先をこういう風にこっちだったらこっちで追いかけてあげる。そう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 、これ大事。真下向いて横に行けないでしょ。真下向いて立つ時も下向いて板を見てる人が多いです。これはかなり事故にもつながるし、真下ドーンと落ちていってしまうんで、頭重いんで、それぐらい頭が重いから落ちてしまう。だからそこをね、ちゃんと顔をちゃんと行く方向を上げてやってもらうといいと思います。今回はテイクオフ特集の一つ、頭がいかに落ちてる落ちてないで変わるっていう話なんですけども、テイクオフの時まず横に行けないっていう方とか、ボトムに降りすぎてしまうっていう方に多いのがこのテイクオフ、頭が落ちながら一生懸命漕いでるんですよね。まあ、一生懸命漕いだら頭が落ちてしまうんですけども、やっぱり頭が落ちてしまったら、まあ、デメリットを言うと横に行けない、そして前を見れない、安全面も見れないっていうことなんですよ。でしっかり前を見てれば、やっぱり人がいてるとかも確認できるし、まあ目線で顔っすね、顔を行く方向に向けると余計体がそちらに向かうので横には行きやすくなります。まあこのゴンちゃんとかケンジロウさんとか僕のやつ見てたら、まず体が、軸がねブレてないのと、まあ顔がしっかり上がってるっていう共通点がありますよね。でこの3人の中でもやっぱり胸反りすぎなんですよね。でちょっと前に乗りがち、まあ僕は結構後ろなんですけど、あのゴンちゃんとかは結構前に乗りがちなんで、まあこのうまい、この宇野さん、このテイクオフめちゃくちゃうまいですよね。もうなおかつこの後ろは結構練習もしくはしないとできないんですよ。僕もこの1年間ぐらいずっとやって、徐々に徐々に下げれていったんで、でまあこの宇野さんぐらいまで下がらなくてもテイクオフはできるんですけども、この宇野さんのそこよりもこの顔の位置、しっかりテイクオフ地点見て、行く先を見て、左も見て、こう安全面を配慮しながら波に乗っているっていう、もう一番めちゃくちゃうまいテイクオフだと思います。そしてね、胸反りすぎてないんですよ。ってことはしんどくないんですよね。皆さん僕のテイクオフがめちゃくちゃ速い、パドルがめちゃくちゃ速いって言うんですけども、まあ、僕よりも宇野さんはるかに速いです。で、はるかに速いから、はるか沖から乗れるのかっていうと、全然違くて、ちゃんといいポジションにいてて、漕がずに乗るっていうのが、まあ、上手い人のセオリー的なものかな、みたいな。そんなに漕がなくても乗れますよ、っていう。ってことは、疲れないし、パドルでしんどくならないです。どっちかっていうと、ライディングにもっともっと力が入っていくので、まあ、必然的に上手くなっていくかな、って。まあ、長時間も入れるし、ライディングすればするほどサーフィン上手くなるので、まあ楽なテイクオフをするためには、やっぱり一つ、顔を上げるっていうのはすごい大事だと思います。顔が上がっても、まあこの軸がすごいブレブレだと、やっぱりそのスピードロスっていうのがあるので、そこを気をつけてもらって、漕いでもらう。しっかり前を見てね。で、よく、前を見れてないっていう人多いのが、左斜めとかに漕ぎ出して左とか右に漕ぐ人が多いんですよ。その人に、いや左曲がってますよ、右に曲がってますよって言っても、え、僕そんな曲がってますって言われるんですよ。曲がってるんですよね。それは見れてないっていう証拠なんですよ。正面を。ちゃんと正面を見て、
行く方向も見てたら、自分が行きたい方向に板が向かっていくので、やっぱり見れてないと、知らん間に知らん間に左に寄ったりとか、多いのがやっぱり、右利きの人が多いんで、やっぱり右が強くなって、左にすごい、こう振っていってしまうっていう、うねりからも逃れる時もあれば、やっぱそこで、横のレールが入って刺さるっていう人もいてるし、やっぱそこをちゃんとね、前を見て、まあほとんどの人が、曲がってしまう人は、前を見てるつもりなんですけども、見れてないっていうことで、何かね、騎士に目標物をつけながら、見て、しっかり 見るっていうのをやってもらうと、成功率はかなり上がります。そして、この、ビフォーアフターで言うと、まあ最初は、この宮本さんも顔が上がらずに、もうブレブレだったんですけども、顔が少し上げれるようになって、すごい落ち着いてパドルできるようになりました。これだいたい8ヶ月か9ヶ月ぐらい経った後ですね。まあ、宮本さんのこのビフォーアフターはすごい大きな成果だと思います。このレッスンをしてきた中での。なので、この宮本さんもさらに、この顔をもう少し上げてですね、行く方向も見れば、もっともっと良くなるので、たまにやっぱり神経になりすぎたら、ちょっと顔が下落ちてる時とかも、前回のレッスンで見れたので、このまま直していってもらうと、さらに上手くなると思います。なので、横に行けない人、ボトムに降りすぎてしまう人、っていうのは、やっぱりこう斜めに行ってたりとか、顔が完全に落ちてたりとか、まあ、ブレブレ、体がブレてしまったりとかしてる時があるので、まあ、そこを直してもらうと、サーフィンはさらに簡単に上手くなっていくので、まあ、そこをね、こう誰かに一緒に海に入って、ビデオ撮ってもらったりとかするのもありかと思います。まあ、そんな感じで顔を上げると非常に良くなるのでやってみてください。まあ、この宇野さんのこの最強のパドルやりたいんですけどね。なかなかここの境地まではいけないです。まあ、これを目指して僕も頑張りたいと思いますので、皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。